組み応えを求めるにはちょっと物足りないかなというキットではありますけども、まあ、キャラクターの特徴を捉えた良いキットだと思います。こんにちは、陽介です。今回の作るプラモデルはこちら、バンダイさんのフィギュアライズスタンダードダイバーあやめを素組みしていきたいと思います。前回のプラモ動画で作りましたダイバーナミ同様、ガンダムビルドダイバーズに登場したキャラクターで、バンダイさんが展開しているフィギュアライズスタンダードというラインナップのキットです。今回こちらのキットを素組みしていきたいと思います。最後までご視聴よろしくお願いいたします。私陽介の YouTube チャンネルではプラモデルの動画やプラモデルに付随した動画、ラジオ形式の動画、 Vlog などを投稿しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。さて、このダイバーあやめ、ガンダムビルドダイバーズに登場したキャラクターということでですね、ちょっと説明をしていきたいと思います。まあ、ネタバレにもなるんで本当に触り程度の説明なんですが、くの一姿のダイバールックに身を包んだ女性ダイバー、謎の人物と通じており、陸の行動を監視している。陸というのはこのガンダムビルドダイバーズの主人公の名前ですね。で、最初出てきた時ちょっと謎めいた、キャラクターで出てきたんですけども、まあちょっとしたネタバレですが、後々ね行動を一緒にするという、そんなキャラクターになってますけども、結構人気の高いキャラクターなんじゃないかなと私は認識しております。で、このキットですが、特徴的なくの一のアクションも再現可能ということで、まあ魅力的なキットだと思います。で、作中ではですね、RX-00 という SD ガンダムのキットを操ってますね。はい。まあ、この RX-00 というのは、確か、ユニコーンガンダムですね。ユニコーンガンダムを元にした、SD ガンダムだったと思います。この00も名前の通りですね、ちょっと和風なテイストになっております。キットの方も2種類くらい出てると思うんで、興味ある方は、探してみてはいかがでしょうか。このキットはですね、実は1年前ほどから積んであったキットでして、なぜか作るのが今になってしまいました。なぜ今になってこのガールズプラモデルばかりを作り始めたかというと、まあ好きだからですね。まあというのは半分冗談で、キャラクターキット、こういったキャラクターキットを並べて、いろんなこう情景ジオラマを作りたいなと思ってまして、なかなかねこう実現しないんですけど、まあそのためにもちょっとキャラクターキットを少し揃えておきたいなということで、今こういったキットを作っております。まあ、どんなジオラマにするかは今後少しずつ考えていきたいと思ってますので、その時はぜひ、ご視聴の方よろしくお願いいたします。で、このキットで特別言っておかなければならないという点はですね、まあ、フィギュアライズスタンダードを作ったことがある方に向けては特にはありません。前回のダイバーナミ同様のキットとなります。まあ、作り方とかもねほとんど一緒ですね。で、これから作ってみたいという方に向けて自分が言えることはですね、そんなに難しくないからまず作ってみようという一点を強く言いたいです。まあ、他にはですね、まあ小さなパーツがあるのでなくさないように気をつけようとか、組み立て説明書をよく見て説明書通りに作っていこうなどなどですね、プラモデルを作るにあたって基礎的なことをしっかり行えば、まあ完成させることができます。なので、興味あるけど迷い中ですとか、どうしようかなって悩んでる方はですね、まず組んでみましょう。全ては行動しないと始まりません。で、品薄で売ってないものをどうやって手に入れればいいんだよというコメントはなしでお願いします。
昨今ですね、ガンプラが品薄なのは私も重々承知しておりますので、後々ねこういったガンプラも普通通りに、お店に並ぶようになってから、この動画を参考にしていただければなと思いますので、はい、その辺はまあちょっとスルーしていただければいいかなと、後々のことを思ってのコメントになります。このキットはですね、重火器類のウェポンやバックパックなどのパーツがありません。忍者の武器のクナイがついてるぐらいです。まあ、ですので他のガンプラに比べると意外とあっさり組み終えることができます。組み応えを求めるにはちょっと物足りないかなというキットではありますけども、まあ、キャラクターの特徴を捉えた良いキットだと思います。で、組み応えみたいなことを求めるのであれば、他のメーカーさんのね、女神デバイスだったりとか、そういったものをですね、組んでいくといいんじゃないかなと思います。本当にね、このバンダイさんのフィギュアライズスタンダードとはまた違った、楽しさや、まあ、難しさの方がちょっと最初はね、大きいかと思うんですけども、そちらの方を組んでいくのがいいんじゃないかなと思います。それでは完成したダイバーあやめを見ていただきましょう。でこちらのキットなんですが、やっぱりフィギュアライズスタンダード組み方が結構簡単ではあるんですけども、関節とかね、そういった動きをつけるっていうところがですね、やっぱりしっかりしているので、結構組み立てが簡単だから、そういったところも簡素にできてるかというとそうではないですね。結構クオリティは高い方だと思います。ただ女神デバイスとかそちらのガールズプラモデルに比べると、まあちょっと細かい部分がもうちょっとここがこう動いたらいいのになっていうところはありますが、やっぱこう年齢層的にちょっと低めに設定されてるとは思いますので、まあこれでも十分じゃないかなと私は思います。動きをもっとつけたいというんであれば少し改造が必要だとは思うんですけども、うん、まあ先ほども言いましたけども、今から初めて組みたいとかっていう人にとってもですね、満足いくキットじゃないかなと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。陽介でした。チャンネル登録や動画へのいいね評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。